皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。政治ジャーナリストの田崎史郎氏は30日、テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショー月金曜午前8時に出演し、27日に行われた自民党総裁選で勝利した石破茂総裁67が着手し、構図が固まった党役員閣僚人事についてコメントした。写真武智氏陣営が 最も怒っているとされる人物田崎氏は勝ち組が優先されている人事一応麻生派に配慮した部分もありますが全体的に閣僚メンバーまで見ると勝ち組ばかりが優先されていて負け組の高市陣営の方は冷遇されていると指摘石橋と決戦投票を戦い敗れた高市早苗経済安保省63 お支援した議員やグループは、遇された人事との認識を示した。高市氏は今回、石破氏に総務会長のポストを打診され、孤児したとされる。2012年総裁選の決選投票で石破氏を下した安倍晋三元首相が当時、石破氏を幹事長に据えて党内融和を図ったことから、今回、武智氏が望んでいたのは、幹事長ポスト一択だったのではないかとの見方は根強い。 しかし幹事長には与野党に人脈を持つベテランで現総務会長の森山宏79が内定した新たな党4役は9月30日午後の自民党臨時総務会を経て正式に決定する一方田崎氏は高市氏の陣営が最も怒っているのが総務省に就任される予定の村上誠一郎さん村上さんは安倍さんの国葬に反対して 安倍さんを国賊と呼んで、党機委員会が1年の役職停止の処分を下したと指摘。その人をなぜ総務大臣に閣僚にするのかと怒っていると、高市氏陣営内の声を解説した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。